ロックオンクリエイティブ2020へようこそ。ゼンハイザージャパンの藤井です。今回ご紹介させていただく商品は 2.4GHz ワイヤレスピンマイク XSWD ラベリアセットになります。今撮影しているような動画コンテンツの作成にもってこいのワイヤレスになっています。この動画もこの XSWD ピンマイクラベリアセットですね、これを使用しております。この XSWD 特徴としては誰でも簡単に使用できることになります。使用方法としてはとてもシンプルで、ボタンはこちらがまあ送信機ですね、こちらが受信機、どちらもボタンは一つしかありません。このボタン押していただくと、電源が入ります。そして、点滅しているのが点灯していただくと、使用が可能となっています。そして、この使用中にボタンを一度押すことで、ミュートですねがかかるようになってます。ミュートの時はオレンジの LED が表示します。そしてこのミュートは送信機でも受信機でもどちらからでもミュートもしくはミュート解除が可能になってます。そして、このボタンですね、長押しすることで、電源がオフになると、いうような非常に、シンプルな使い勝手となっています。周波数設定や電波干渉回避といったものも全てオートで行うために、余計な設定をする必要がありません。そして、受信機送信機ともに、充電池を内蔵しています。駆動時間は5時間です。充電はこの USB の C ポートより行います。スマートフォンの充電器や、パソコンなど 5V 給電の USB で充電可能になっています。充電しながらの使用も可能です。モバイルバッテリーもお使いいただけます。充電池の残時間は電源投入後の LED の色で緑なのかオレンジなのか赤点滅なのかと、一目で分かるような表示になっています。このピンマイクは接続先に応じて、2種類のセットのバリエーションがあります。一つは受信機が XLR の、キャノンタイプになっている、ミキサーやレコーダーにそのままガチャコンとこう挿していただく受信機の XSWD ラベリアセット。そしてもう一つのバリエーションは 3.5mm ジャックが搭載している受信機になっていて、カメラにそのまま直接接続できるタイプ XSWD ポータブルラベリアセットとなってます。でこちらはカメラのシューマウント用のアクセサリーが付属しています。送信機に関してはどちらも共通となっていて、ベルトに装着できるベルトクリップが付属しています。 XSWD ラベリアセットはピンマイクのメリットである目立たずに声をしっかり取ることができる、このような動画コンテンツの撮影や取材に使い勝手の良いワイヤレスマイクとなっています。それでは引き続きロックオンクリエイティブ2020をお楽しみください。